さあコミュニケーションを図れているんでしょうか。さあまず先発はミスター源之助が勝って出るような形でちょっと怪しいですね。さあ反対側の赤コーナーは石川隆が石川隆がまず先陣を切ります。さあゴングが鳴りました。しかし仁王立ち石川隆、やはり敵はブッチャー一人といったところでしょうか。小林源之助に視線が行きません。こういう時も、はい、源之助はもうすぐ行けばいいんですよね。なるほど、自分に振り向かせるために。なるほど、悔しいじゃないですか、はい、パートナーばっか見られちゃう。あっと相撲タックル、まず出た相撲タックル。おっとこれでブッチャーが出ない。これはアピールですね。そうそう、お前出てこいという形で相撲タックル一発で下がっていきました石川隆。さあ松崎俊明、ここで自分をアピールしていきたい松崎俊明ですが、さあ小林源之助ロープに振ってまずネックブリーカードロップ18番ですね。まあ日本プロ全日本でいうところのマイティ井上か、そんなところですね。寺西そうですね、結構そういった味が出ればいいかと思うんですけどね。はい、さあ2を打ち込んでいく。しかし腕を取られた。あーとサミングだ。さあチョップ、あーっと小林源之助に眼中にないといった石川隆に逆挑発、起き手破りの逆挑発だ。こういうのはいいですよね。これいいですね、はい、あの下克上というかそのキャリアをね、もう相手をバカにするわけじゃないですけど、はい、いいと思います。さあここで出ました、さあアブドラダブッチャー、まず動きを見ていただきましょう。まずタックル、でかいですね。でかいですからね。そしてでかいですね。でかいです。はい、腰回りはマルセラの3倍。さあ大変なことになってまいりました。場外に松崎選手を即つで始めていきます。さあまあ流血は避けられないでしょう。まあ鉄柱攻撃、最悪の事態が起こるんでしょうか。正月早々赤い血を見ることになるんでしょうか。顔面を覆っています松崎俊明。そこに追っていきます。あーっと椅子を車体を当てていきますからね。悶絶です松崎俊明。さあ額はどうなっているのか。さあカメラを捉えることができない。大変なことになってまいりました。さあ源之助が松崎をリングの中に入れる。あーっと何か足元探ってましたね。何か出しましたか。ヘッド田辺レフリーの仕掛けになっていたか。見えてないですね、ブラインドについて。さあ何か持っているんじゃないでしょうか。こういったあたり杉浦さんとかに実況してもらいたい部分がありますが、あと額に、いや早速やはり真っ赤だ。流血大流血だ。場内からはやんやの拍手。これは昔では考えられなかったですね。そうですよね、もう昔は。これやっぱりあのバトラーさんの功績がでかいですかね。もうバックグラウンドを読んで、あーそうですね、やっぱりこの一つ一つの動きにあの喜んでもらってるんでしょうかね。さあ口になってフォークですか。何ですかね、スティック状ですよね。テーピングで巻いてますが、かなり硬いものと考えられます。尖ったものですね。さあ石川隆がカットに入るが、ここ喉元ついていきました。レフリーの死角だ。さあ重なり合うようにして石川松崎、さあこのパワー止められないのか。源之助選手もなかなか力強いですね。動きいいですね。ね、これはもうブッチャーに洗脳されたんですよね。また洗脳。シューズは洗脳されてますよね。シューズにも注目です。ブッチャーシューズもらったんですよ。さあ額に打ち付けていく。レフリーチェックができない。さあ石川選手の額からも血がにじみ出てます。さあヘッドバット、いいコンビネーションからヘッドバットです。あーっと出ました、18番、地獄好き。これを見たくて今日300人のお客さんが来ました。この2000人のお客さんの中の300人はこれを見たかったでしょう。さあ何を狙っていくか。さあ先生のバットニュースあれになれるでしょうか。いやキラー遠赤旗でしょうか。さあ小林源之助しっかり打ち込んでいきます。さあこのピッチャーシューズで顔面ブラシだ。耳を掴んで、この辺りも不足ですね。もう耳を掴むようになりましたね、相手を立たせるために。さあボディスラム、アグレッシブになる。さあ狙っていくが、しかしこの辺りまだ小林洋介時代の名残でしょうか。ダイビングヘッドバットが炸裂、ふわりと浮いてダイビングヘッド、いい形だ。カウントは、しかしカウントは2。今のはいいですね。ミスター源之助当たりに負けるわけにはいかない石川隆。さあ松崎俊明は戦闘不能状態です。赤コーナーでうずくまるばかりです。さあ青コーナー回していきます。石川隆を回していきます。さあコーナーに破壊締め。あーっとここでも強気攻撃、フォーク。さあこれはあっと逆水平、張り手3発4発そしてキック打ち込んでいく。この辺り男石川炎の旋風陣。さあ小林源之助やミスター源之助ロープに振って何が出るか。スモーラリアット
年からスモーピオンというのがですね、18番なんですが、さあドドアは出た、ドドアは出た、残すはスモーピオン、スモーピオンだけだが松崎フォローに入れない、そこで地獄好き切れません、手を挙げて終わりだったんですけどね、あとはフィーバーだけで終わりだったんですけどね、やばい、確率変動できないぞ石川隆、このポジショニングは、さあ毒針毒針毒針エルボーバッチリ決まった、しかしカウントは2で返す、しかし微妙だ肩は上がっているのか、さあしかしこれに臆することなくブッチャー、周りの大歓声に聞こえてアンコールが南を見る、そして東を見る、客を煽っておいて、そして毒針100点満点決まりました、毒針アンドラザブッチャー、第2本ウィージーを7分37秒石川隆を破ってウィージーを飾りました、しかしまだ収まりがつかない、あらゆるところから狂気が出てきます、あらゆるところからレフリーのブラインドにしています、分からないですよ、これ分からないですよ、これ体がでかいからまた分からないですね、見えづらいですね、さあ狂気攻撃が続く、さあこの無法地帯どう収まりがつくのか、あこれ誰か押さえなきゃいけませんよ、なんか一般の客、いや違うグレート小鹿に似た、何かテリーファンクでしょうか、テーマ曲スピニングトーンホールドとともにグレート小鹿狂気を奪い返した、さあこれはまさしく蘇れゴールデンタイム伝説、黒と赤の斜めのキャンバスが懐かしい、あーとビール瓶ですよ、これは攻防ですね、グレート小鹿があれですね、正体がですね、かなり攻防ですか、テリーファンクそうでしょうね、ちょっとこう見るからに黒髪のテリーって感じですね、右利きのテリーって感じですね、それ違うんですね、さあ一目散に退散していく形になったミスター玄之介、そしてアブトラザブッチャー組、しかし収まりがつかないのはこのテリーファンクだ、テリーファンク猛烈なアピール、しかしブッチャー、これはもう客席大騒然ですね、こういったのも懐かしいですね、昔からこうやって逃げ回ってた、逃げついたありましたね、脅かして入る感じが、僕の知り合いでブロディに殴られたやつありました、あの頃の全日本懐かしいです、あーっと一緒投げていった、しかしこのスピニングトーホールドも懐かしいですね、なってますね、さっきのスケール、まず出たスモータックル、おーっとこれでブッチャーが出ない、これはアピールですね、そうそう、お前出てこいという形でスモータックル一発で下がっていきました、石川隆、さあ松崎俊明、ここで自分をアピールしていきたい松崎俊明ですが、さあ小林玄之介ロープに振って、まずネックブリーカードロップ18番ですね、まあ日本プロ全日本でいうところのマイティ井上か、そういうところですね、寺西審判、そうですね、結構そういった味が出ればいいかと思うんですけども、ね、はい、さあ2を打ち込んでいく、しかし腕を取られた、あーとサミングだ、さあチョップ、あーっと小林玄之介に眼中にないといった石川隆に逆挑発、おきて破りの逆挑発だ、こういうのはいいですよね、これいいですね、はい、あの下克上というかそのキャリアをね、もう相手をバカにするわけじゃないですけど、はい、いいと思います、さあここで出ました、さあアブドラザブッチャー、まず動きを見ていただきましょう、まずタックル、でかいですね、でかいですからね、そしてでかいですね、でかいです、はい、腰回りはマルセラの3倍、さあ大変なことになってまいりました、場外に松崎選手を即死で始めていきます、さあまあ流血は避けられないでしょう、まあ鉄柱攻撃、最悪の事態が起こるんでしょうか、正月早々赤い血を見ることになるんでしょうか、顔面を覆っています松崎俊明、そこに追っていきます、あーっと椅子を自体を当てていきますからね、コスケ時代の名残でしょうか、ダイビングヘッドバットが炸裂、ふわりと降りてダイビングヘッド、いい形だ、カウントはしかしカウントは2、今のはいいですね、ミスター玄之介あたり負けるわけにはいかない石川隆、さあ松崎俊明は戦闘不能状態です、赤コーナーでうずくまるばかりです、さあ青コーナー回していきます、石川隆を回していきます、さあコーナーに破壊締め、あーっとここでも狂気攻撃、フォーク、さあこれはあっと逆水平、張り手3発4発そしてキック打ち込んでいく、この辺り男石川炎の旋風陣、さあ小林玄之介、ミスター玄之介ロープに振って、何が出るか、スモーラリアット、さあ
ここで、のど輪落としからスモーピョンというのがですね、18番なんですが、さあ、のど輪は出た、のど輪は出た、残すはスモーピョン、スモーピョンだけだが、松崎、フォローに入れない、そこで地獄突き。いけません。手を挙げて終わりだったんですけどね。あとはフィーバーだけで終わりだったんですけどね。やばい、確率変動できないぞ石川隆。このポジショニングはさあ、毒針エルボーバッチリ決まった。しかしカウントは2で返す。しかし微妙だ、肩は上がっているのか。さあ、しかしこれに臆することなく、ブッチャー周りの大歓声に聞こえて、と赤い血を見ることになるんでしょうか。顔面を覆っています松崎俊明。そこに追っていきます。あーっと椅子を硬いのを当てていきますからね。悶絶です松崎俊明。さあ、額はどうなっているのか。さあ、カメラ捉えることができない。大変なことになってまいりました。玄之介が松崎をリングの中に入れる。あっと、何か足元探ってましたね。何か出しましたか。ヘッド田辺レフリーの仕掛けになっていたか。見えてないですね、ブラインドについて。さあ、何か持っているんじゃないでしょうか。こういったあたり杉浦さんとかに実況してもらいたい部分がありますが、あっと額に、いや、早速やはり真っ赤だ。流血、大流血だ。場内からはやんやの拍手。これは昔では考えられなかったですね。そうですよね、もう昔は。これやっぱりバトラーさんの功績がでかいですかね。もうバックグラウンドを読んで、あー、そうですね、やっぱりこの一つ一つの動きに喜んでもらってるんでしょうかね。口になって、これフォークですか。何ですかね、スティック状ですよね。テーピングで巻いてますが、かなり硬いものと考えられます。尖ったものですね。さあ、石川隆がカットに入るが、ここ喉元ついていきました。レフリーの死角だ。さあ、重なり合うようにして石川松崎。さあ、このパワー止められないのか。源之助選手もなかなか力強いですね。動きいいですね。これはもうぶっちゃんに洗脳されたんですよね。